人と会うのが面倒の唯一の対処法。もちみかんさん、落ち込みもなく気分も良いのですが、人と会うのが億劫です。仕事も問題なく今日も家事や掃除で体を動かし気分も良いのですが、人と会いたくないのは病気の兆候ですか。まあ、人と会うのが面倒とか人と会うのが億劫とか人と会うと疲れるので会いたくありませんという質問はよく来ますね。それに対する対処法ですけども、別に何もしなくていいと思いますけどね。はい、人と会うのが億劫だったら会わなきゃいいわけで、別に会わなければいいんじゃないでしょうか。以上っていう形になりますけども、私もはっきり言って人と会うのが億劫です。一人でいるのが楽しいです。なので人と会いたくありません。別に人間関係でも仕事でも困ってません。なのでだいたい自由時間は一人でこもって何かを書いていたり、一人で笑顔を見たりしていますね。自分の時間というものを持つということですね。でそれが非常に楽しいということです。ですから人と会うのが面倒っていうのは別に病気でもなくよくあることなんじゃないかと思いますけど、なぜそこまで悲観するのかが私はよくわからないですね。別に私は人とはそんなに会いたくもないですけども、仕事は仕事として人と会うことを淡々としていけばいいだけであって、自分のアフターファイブとかね、自分の自由な時間っていうのがあります。それをどのように使うのかっていうのはね、自分の好き勝手に使えばいいわけですから、まあ仕事に関して言うとある程度その制約の中でやっていかなきゃなりませんけども、そうでない時間に無理して辛いのに人と会って苦しんで、ああ疲れたって言って立ち上がれなくなるような状態になる必要は全くないのではないでしょうかね。だから別に人と会うのが嫌いであれば会わなければいいという、ただそれだけの話ですね。皆様方他の人と何か同じようになりたいとかですね、他の人がそうやってるからそうなりたいっていう人がものすごく多いんですけども、意味がわからないですね。自分らしく生きればいいので、あなたが別に人と会いたくないのなら無理して会う必要って全くないと思うんですけど、ほとんどの人はそこを無理して会わなきゃいけないとか、会わないと病気なんじゃないかというふうにマイナスにマイナスに捉えるわけですね。人と会うのが疲れるとか人と会うのが面倒っていうのはどのくらいいるんでしょうか。ちょっと質問してみましょうかね。暇な時間があったらできるだけ人と会いたいっていう人と、あまり人と会いたくない、二者択一で選んでいただけます。皆様方チャット欄に書き込んでいただけますかね。まあ自由な暇な時間があった時に寂しいから人と会いたいっていう人と、まあ一人でいたいっていう人、どっちが多いかちょっと見てみましょうかね。まあ日曜日とか仕事が終わった後に一人でのんびりしたいのか、人と会いたくないのか。大体私いろんな調査をしてるんですけど、外交的内向的の調査だと自分は外交的だっていう人は2割で、内向的だという人は8割です。ですから2対8とか1人派が多いわけですね。だからまあ人と会いたくないというのはまあものすごく当たり前のことで、むしろ普通ですね。休日でも仕事終わりでもとにかく人と会わないと寂しいとか、とにかく毎日会ってないとっていう人はどっちかというと少ないマイノリティなわけですね。なので一人でいるのが好きだっていう人が世の中多いにもかかわらず、無理してまで人と会っていかなければいけないという必要はまあ全くないのではないかというのがカバさんの考えでございます。だからまあ安らげる人とかのんびりできる人とか親しい人とか気心の知れた人と会えば楽しいし、強制的に参加される飲み会とか、なんか行きたくもないのに行かなければならない懇親会とか、まあそういったものというのは非常に辛いというのはこれ当たり前のことですね。ということなので、人と会いたくないのにあまり無理してまで会う必要っていうのはねないんじゃないかなというふうに思います。人と会うのが辛いです。ほとんどの人がそうなんで、それでいいと思います。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。